こんにちは、ビハインヤ株式会社の松村です。今回も業界のニュースをお伝えしてまいります。任天堂と DeNA がスマホ向けゲーム開発で資本提携ということで、まあこちらですね、既にご存知の方も多いかと思います。いやー、かなりのですね、ビッグニュースでしたね。まあDeNA といえば、まあゲーム開発およびですねプラットフォーム事業において、最後でと言ってもですね、良い会社さんと、またですね、今までコンシューマーゲーム、あるいはですねハード開発というところでですね、ナンバーワン、日本ナンバーワンをですね、誇っている、任天堂さんですね。まあ、この2つの、大きな会社さんがこの度資本提携というところで、スマホのですね、中で、ゲーム開発、任天堂の IP、マリオなどを使ってですね、行くということが発表されたということで、かなりのですね、大きな話題になっております。またですね、任天堂としては、プラットフォームをですね、自分たちで作っていこうというところにもですね、かなり、精力的だということで、それもやはりハードにおいてですね、自分たちの、専門のですね、領域を作ってゲームを開発していたということをですね、やはりスマホ上でも、考えている、その一つの形態がプラットフォーム、という風になるのかなというのがですね、一つ、考えられるかと思います。本当に大きなニュースでございました。弊社の方もですね、アニメ、ゲーム、漫画業界の求人サイトということで、業界で働く方のですね、支援を行っております。中にはですね、そういったスマホゲームの開発、コンシューマーゲームの開発、あるいはプラットフォーム、においてはですね、関わりのある会社さんなどの求人情報もございます。ぜひともですね、興味のある方は一度ライクジョブの方も検索してみていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。